2005年のカナダ GP でクリスチャン・アルバースがドライブする PS05。ミナルディ PS05 はミナルディが2005年の F1 世界選手権3専用に開発したフォームュラカーでガブルエル・トレドッツが設計した。2005年の第4戦から最終戦まで実戦投入された。ミナルディの F1 における最後のマシンとなった。2004年シーズンに使用した。 PS04B は基本設計は PS02 とほぼ同じである。よってミナルディにとってはほぼ3年ぶりの新設計 F1 マシンの投入となった。PS04B が球体依然としたデザインであったのに対しトレドッツは最新トレンドを盛り込んで設計。フロントウィングは中央部が大きく路面に近づいたデザイン。 サイドポンツーンも後方が小さく絞られた形状で、アンダーカットも深い。リアウィングもミナルディが始めた、翼端版のスリットも継続。エンジンも PS04B のコスワース CK2004 よりも60馬力アップしている。しかし、資金難はいかん。もしがたく、テスト不足で、上位チームに挑むほどの速さを見せることはできなかった。開幕から参戦は、 PS04B を2005年レギュレーションに適合させたマシンで出走した。第4戦から PS05 が使用されたが、直前に1台がバレるんで、シェイクダウンできただけで2台目に至っては3リの GP 中の木曜日にピットで組み立てるという綱渡り状態だった。第9戦アメリカ GP でミシュラン勢がすべてリタイアしたので5位と6位を獲得することができた。 第12戦から、パトリック・フリーザ・ハーに代わって、ロバート・ドーンボスが出走した。第14戦ベルギー GP にてチームを、レッドブルに売却することを発表。しかし、新パーツを導入する手は緩めず、第17戦ブラジル GP に2段式の、新フロントウィングとバージーボード、形状を変えた、チムニーダクトを投入。しかし、ミシュラン勢ボイコットのアメリカ GP 以外では、 入賞することは叶わなかった。シャーシエンジン11月1日をもって、レッドブルに買収されたが、それ以前にミナルディとテスト契約を結んでいた、ドライバーたちが参加して11月21から24日に、イタリアのバレルンガで最後のテストが行われた。この時には、PS05 が3台、PS04B が2台、 西ーターの F12 が4台の9台が持ち込まれた。最終日にはオーナーであるポールストッダートが PS05 をドライブして締めくくった。ありがとうございます。